ねえ長政さん、なんだ姉上。わらわの魅力で日の本もだいぶ落ち着いてきたし、もうすぐ乱世も終わりそうよね。うん、ここまで何事もなく、いやいろいろあったが、ここまで生き残れた奇跡を天に感謝せねばなるまい。そうね、だからわらわはこの戦が終わったら、ヨシテルの代わりに日の本の主帝になろうと思うの。うん、なるほど、女帝かって何？姉様、偉い人になるの？ええ、そうよ、イチ。だってこの国にわらわ以上のものはいそうにないもの。友よ、定めの車輪が導く、その軌跡を駆け上がれ。お家に帰りたいな。あの者に鉄槌を加えるてめえを。ここ緊張と回転で目が回っちゃうな。戦で爆笑は面白かしこうじゃ。大当たりは多いよ。入信するまで返しませんよ。次元の奥義、それはすなわち誠のうつつが指し示すもの。今からここでザビー様著の自己啓発本即売会ですよ。楽しませて。宗重殿と共に戦えるとは、おいの青鸞も喜んどる。はい、手前の雷霧も、互いの獲物を響かせて荒れ狂う天となりましょう。やはり世でなければ止められぬか。命運尽きるまでしようた。後悔はあるまい。勝つ術など路傍にいくらでも転がっていいよ。勝負を捨てるな、友よ。おまはんが魂、この老いに見せてみ。島流しは勘弁だけど、老後は暖かい島でのんびりしたいな。目が覚めるようなよか立ち合いよ。将を決するは天か己か。貴殿はどう思われますか。自らかしずくか、わらわにひざまずかせられるか、どちらでもいいわ。選ばせてあげる。友を招いた。皆で出迎えてやってくれ。
が君のため、西の橘の本領はこれからです。この島津、鬼になるためなら手段は選ばん。俺が鬼で駒藩は桃太郎、遠慮はいらんぞ。腕が鳴ります。礼をもって立ち会いましょう。お色直しの時間ね。この柔肌を傷つけるの？おう、みんなが怒り狂うわね。奥に初めて会った時、体に雷が走ったな。やったな。それでこそだ。顔つきが変わったな。いい気合だ。これぞ定めの車輪番よ。次の出目でも世を楽しませ。私一人、愛のスパルタです。認めたくないものだな。王朝に限りありなどと。官軍といえど、押されるときは押されるのだな。あなたのその腕でわらわを抱き止めることができて。痛い。この者とヨシテル様との立ち合いを。主、帝殺しの大罪人として名を残したいらしいな。わらわの笑顔を見たいの？それとも冷たい方を？このままただ勝ってはつまらぬ。お色直しの時間ね。もう認めてやりますよ。お前は幹部神社スタートです。さあみんな揃って共鳴の時間ですよ。ザ・ピッツァ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 。わらわは罪深い。わかっているわ。みんなわらわを求めて争っているのだから。お前の洗礼名は僕がつけてあげます。ヨシテル様こそ至高、ヨシテル様こそ主玉よ。友よ、その方の望みはそのようにちっぽけなものか。ははは、は冗談だ。この燃え輝く瞳、命張りし鳥羽を謳歌しているな、友よ。足利公、どうか手前の戦働き、ひいては大友の力、何卒ご承覧くださりませ。絶対うさんくさいって思われてるだろうから、せめてわしが名誉挽回しないと。おお、友に挑むか。強敵だ。死力を尽くせよ。お任せくだされ。
司っておられますな。足利十三代将軍の御所だ。わきまえよ。許せ、ざれ言だ。わらわを楽しませなさい。見事な腕前、手前も力を尽くし応えねばなりますまい。こちらも気を入れ直しましょう。理解した。わらわの価値はどれくらいか。お色直しの時間ね。皆よく戦った。後は余に任せておけ。桃よ、流れをつかみ追い風に乗ったな。その最高の姿こそ世のすべてをかけるに値する。その森人たる俺たちが、世が望むは人々が鍵ろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創生の時。明と暗、表と裏、光と影。友よ、いかなる道を歩んできた。世に聞かせてくれ。よしてる。そろそろわらわを手に入れる気になった。何を言う。もとより世で満足するようなその方ではなかろうに。楽しんでもらえているかな、友よ。そうだな。ここでも少し趣向を凝らしてみようか。友よ、これが天からの申し送りだ。一撃のもと、朱に染めよ。わかった。わらわを引き立てて。信じてるから。花が見たいわ。ヨシテルならできるでしょ。さあ。世はここまでだ。友よ、人々を導け。新しい世界へと。わらわが欲しい。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけど。やっぱりやめそう。だって、あなたじゃ満足できないもの。待たせたわね。わらわこそがこの国の主。
女帝、強国マリアよ。元気がいいわね、お前たち。これからもわらわとわらわのマリアンの方案に従って面白おかしくお行きなさい。それと今日を境に国の名前も変えるわ。なんでも外国では日の本をジパングというらしいの。だからね、今日から日の本を改めマリングよ。長政様、むってなに？私はもう何もわからん。乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。この世のものはわらわのもの。日の本だけじゃ物足りないわ。すべてこの手に収めてみせてあげる。行くわよ、長政一。その時代は日の本に未来永劫の栄華をもたらすのであった。